ブラド・テェペシュ、ブラド三世、ベロッド・イーイ、1431年11月10日から1476年12月19日、通称ドラキュラ公、または、串刺公、は、15世紀のワラキア公国の君主、ワラキア公。諸公の権力が強かったワラキアにあって、中央州権化を推し進め、オスマン帝国と対立した。日本ではしばしば、 ブラド・セェペシュと呼ばれるが、セェペシュは、生でもミドルネームでもなく、串刺し校、原理では、串刺しにするものを意味するルーマニア語の異名、すなわち、ドラキュラと同様にニックネームであって、名前は単にブラドである、呼び名の節を参照。ブラム・ストーカーの小説、ドラキュラに登場する、吸血鬼、ドラキュラ伯爵のモデルの一人として知られる。現在は、 古国を侵略から守るために戦った英雄として再評価されている。ブラド三世は1431年、1430年説も、ある11月10日、トランシルバニア地方の市議ショアラで、バサラ部長、ドラクレシュティケノソ、ブラド二世、通称、ドラクルイコール流行、悪魔公とも、の次男として生まれた。 この年、父ブラド二世は神聖ローマ皇帝兼ハンガリー王、ジギスムントによって、ハンガリー王国のドラゴン騎士団の団員に助任されたため、ドラクルというソエナはこのドラゴン、ドラコに由来する。1436年、父ドラクルが、ワラキア公となり、バルカン半島へと進出を続けるオスマン帝国に対し、ハンガリーとは緊張関係をはらみつつもともに、断続的に交戦した。 1444年にバルナの戦いで、ワラキアを含むバルカン半島の諸公連合軍である、バルナ十字軍がオスマン帝国に敗北すると、ワラキアはオスマン帝国に侵入を余儀なくされる。ブラド三世は、父がオスマン帝国から呼び出しを受けた際に、弟のラドゥ、ビナン公と共に抑留され、実質的にオスマン帝国の人質となった。 1447年、ブラド二世及び兄のミルチャが暗殺された、ハンガリー摂政権トランシルバニア公、フニャディアーノ氏の支持という説がある。フニャディアーノ氏は、ダネシティキのブラディスラフ二世、ブラド三世のまたいと公支持し、これを、ワラキア公に据えた。これに対し、ブラド三世は、ワラキア支配をもくろむ、オスマン帝国の支援を受け、ブラディスラフを排除しワラキア公、スラブ語で、 ボイボダラ天皇では、ドゥクス総督の座に就いたが、2ヶ月で、ブラディスラフ二世に、皇位を奪還され、母方のオジノが治めるモルダビア公国へ亡命した。1451年、亡命先のモルダビアで、ボグダン二世が暗殺されると、ブラド三世は、重帝のシュテファンと共に、トランシルバニアに逃れ、フニャディアーノ主のもとに身を寄せた。1456年、 オスマン帝国に妥協的な政策を取り始めた、ブラディスラフ二世を疎んじたフニャディアーノ氏の支援を受け、ブラド三世は、ブラディスラフ二世を打倒して再び、ワラキア港に帰り罪。ブラド三世は、ハンガリーとタイオスマン同盟を結ぶ一方で、オスマンの要求したロクセンドカートの高納金支払いを飲んだことによって、スルタンメフメト二世から、ワラキア港として承認された。 1457年には、シュテファン三世を支援して、モルダビア公いに即位させることに成功した。しかし、間もなく、シュテファン三世とは、ドナウ河口の要衝キリアの貴族をめぐって争うことになった。1459年、ブラド三世は、ワラキア領内の大貴族を打倒して、権力を掌握し、中央集権化を進め、公の直轄軍を編成し、さらに、 オスマン帝国への功能が一万ドゥカートに引き上げられたのを機に拒否する。オスマン帝国が、ワラキア公国に使者を派遣して、功能を要求すると、ブラドは使者を生きたまま、串刺死刑にする。これについて、ブラド三世は、無礼があったためと釈明した。その後、メフメト二世は大軍を率いて、ワラキアに何度か侵攻したが、兵力に劣るブラド三世は、ゲディラ戦と、 小土作戦でもって激しく抵抗し、その都度撃退する。1462年のトゥルゴビシテの戦いで、ブラド三世は、メフメト二世の首を標的とした野衆を、ワラキアの首都トゥルゴビシテ城外に観光して、オスマン帝国軍の多数を殺傷するも、家にチェリの激しい抵抗にあって、メフメト二世を殺すことはできなかった。その後、入した、メフメト世を待っていたのは、 ブラド三世による大量のオスマン帝国兵の串刺しの林であり、それを見て繊維を失ったメフメト二世は人中に薬病が発生したこともあって、ワラきアから撤退した。同年、オスマン帝国はブラドの弟、ラド三世美男校を支援し、沿線気分を深めていた貴族たちを救合して、ブラドの追い落としに成功する。ブラドはトランシルバニアに落ち延びたが、 ハンガリー王マーチャー主一世、フニャディアーノ主の子に、オスマン帝国に協力したという罪状で捉えられ、幽閉のみとなる。この幽閉は、カトリック王としての、対オスマン十字軍の先駆となるべき対面とオスマン、帝国と矛を構えたくない実情との圧力から、対オスマンの旗印であるブラドを貶めるためのものと、考えられている。なお、この頃に、最初の妻がポエナリの城の塔から、 当真自殺した。ちなみに、フランシス・フォード・コッポラの映画、ドラキュラ、1992年では、この事件をブラドが、ハンキリストの吸血鬼となったきっかけとしている。1474年、ブラド三世は12年間に及ぶ幽閉から、釈放された。この間、カトリック教国からの支援を得ようとして、聖教会からカトリックに改修し、マーチャー賞の妹と結婚したが、 この改修によって、政教と中心であった、ワラキアの民衆の人心を失った。1476年、ブラド三世は、トランシルバニア軍を率いて、ワラキアに侵軍し、ダネシティキのバサロブライオタ公を追放手ん、旅公くらいに帰り咲く。遅れて、シュテファン三世のモルダビア軍も到着したが、間もなく、連合軍の大半は、自国の事情によって帰還してしまい、手元には、 シュテファン三世が残したモルダビア200人を有するのみとなった。同年1477年説もある、現在のブカレスト近郊でオスマン帝国と戦って戦死する。ブラドの死には不明なところが多く、一説にはブラドに敵対するワラキア貴族による暗殺とも言われる。オスマン帝国軍はブラドの首を使用けにし、コンスタンティノープルに持ち帰って晒したという。 ブラドの遺体は、スナゴブの修道院に葬られたとされる。日本語においては、串刺し子を意味する、チェペシュを音訳で用い、ブラドチェペシュと呼ばれることが多い。ゾン名時はむしろ、チェペシュよりも、ドラキュラというニックネームのが多く用いられたのでは、ないかと言われる。本人筆と思われるサインにも、ブラドドラキュラ、正確には、ラテン語表記で、ワラビスロースドレアクリア。 ブラディスラウス・ドラクリアと書かれたのが存在するため、ドラキュラというニックネームは本人も好んで使用していたと推測されている。トランシルバニアやモルダビアとは複雑な関係であり、ワラキア領内での粛清も多く、ブラドはオスマン帝国軍のみならず自国の貴族や民も数多く串刺しにして処刑したと伝えられる。串刺し系はこの時代のキリスト教国。 イスラム教国のいずれにおいても珍しいものではなかったが、あくまで重罪を犯した農民に限られた。しかし、ブラドの特殊性は、反逆者はたとえ貴族であっても串刺しに処したところに、ある。通常、貴族の処刑は斬首によって行われるが、あえて串刺しという、最も癒しい刑罰を科すことで、君主の権威の絶対性を表そうとしたと、考えられている。ブラドを、 串刺し公と最初に呼んだのは、1460年頃、ブラドの串刺しを目の当たりにした、オスマン帝国の兵士であり、トルコ語で、カジクルベイカジクルは串刺し、ベイは、君主という。このカジクルベイのルーマニア語訳がセペシュである。また、今日の異常者というイメージは口実するハンガリーによる、プロパガンダの影響が大きい。ドラキュラとは、ドラゴンの息子。 つまり小竜行とでも言うような意味である。父ブラド2世が、ドラクル、ドラクル、イコールドラゴン行と呼ばれたことに由来する。現地の言葉で、英を語尾に付加することで、に属する、または、の子という意味を持ち、単純に、ドラクル行の息子ゆえに、ドラクレア、ドレアキアリア英語、ドレアキアライコールドラキュラ行と呼ばれた。父ドラクルは、ジギスムンとミカドにより、 ハンガリー王国のドラゴン騎士団の団員に任じられたことでドラクルと呼ばれたが、聖書、特に新約聖書では、悪魔サタンは蛇、ドラゴンとして描かれることが多く、ドラゴンと悪魔は同一視されることも多かったため、後世ではドラゴン公であるはずのドラクルは悪魔公と解釈され、ドラキュラ公であるブラド三世は悪魔の子という不名誉な見方をされるに至った。これは、 父ドラクルが初めから悪魔と認識されたのではなく、後の串刺し公としてのブラド三世のイメージら、ドレアキアラが悪魔のこと先に解釈され、その父ドラクルにまで飛び火して悪魔公と呼ばれたものと思われる。このイメージは後日のように、吸血鬼、ドラキュラ伯爵へと発展していく。ワラキアはもともと土着の豪族による連合政権といった色合いが強かった。 ブラドの祖父であるミルチャロー公は貢献を強化したが、彼の死後、息子たちと彼のイボ兄ニである、第一世の系統、ダネシテケとの間の公やけくらい争いが激化した。有力な貴族の合議によって、たびたび君主が入れ替わったことでその権威は失墜。代わって、貴族勢力の戦争が著しくなった。また近隣に、オスマン帝国、ハンガリー、ポーランドといった列強が存在し、 それらからの干渉も受けた。ブラドもオスマンやハンガリーの思惑で即位したが、その中にあって君主に権力を集め、中央集権化を目指したとされる。伝承によれば、ブラドは有力貴族を招待して、主演を開き、油断した貴族らを皆殺しにしたという。また治安維持や病気流行の抑止として、貧者や病人、ロマ、ジプシーを建物に集めて火を放ったと。 また次のような伝承もある。オスマン帝国からの使者がブラドに越見する際、帽子をかぶったままであった。なぜ帽子を取らないのかと問うと、トルコの流儀であると答えた。ブラドはならばその流儀を徹底させてやると言い,い、帽子ごと使者の頭に釘を打ちつけたという。ブラドが生まれた時代は、オスマン帝国の構成によって、ルーマニアやハンガリーが圧迫を受け、 その勢力に飲み込まれていく過程にあった。ブラドは有望で、軍略に優れ、オスマン帝国に対して、よく抗戦し、近年では、シュテファン大公と共に、ルーマニアを守った英雄とされる。小国はラキアが長年にわたって、オスマン帝国の侵略に抵抗できたのは、オスマン帝国内部の紛争のほか、直轄軍の存在や、積極的な衝土作戦の採用がある。 度重なる戦争にヨーロッパは湧き立ち、ブラドが聖教徒であるにもかかわらず、ローマ教会関係者から称賛の声が届くほどであった。ポーランドとハンガリーは、東方のカトリック大国として十字軍を、送るべしという有形無形の重圧を、西欧諸国やローマ教会から受けていた。しかし、両国境に内部に反乱分子を抱えて、不安定な情勢にあり、また、 バルナ十字軍をはじめとする対オスマン帝国戦争の度重なる失敗もあり、十字軍を回避しようと格索していた。その一方で、政教国家とはいえワラキア、モルダビア、アルバニアなどの小国がオスマン帝国に前線している状態で手を引くわけにはいかなかった。このため、ハンガリーオ・マーチャーシュ一世は1462年にブラドを オスマン帝国に協力していたという罪で捕らえ、幽閉した。この突拍子もない罪状を世間に受け入れさせるため、マーチャーシュは、ブラドの様々な悪行を誇張、鉄造して書かせ、パンフレットにして各国に配布した。いわく、ブラドは人を無差別に殺し血肉を食らって、晩餐を開いた。ブラドは田畑を燃やし農民を植えさせた。これには、発明されたばかりの印刷技術が用いられた。 しかし、タイトル古戦の英雄であるブラドの遊兵は、諸外国への配慮もあって、やがて緩やかになり、一等の城を与えられ、監視付きではあったが出歩くことも許された。マーチャーシュと共に宴会に出席したこともあった。また、この遊兵中に、マーチャーシュの妹と結婚した。ブラドは、唯一の着出し、ミフネアーク投校のほか、数人の子を持った。 直系男子は6代の子孫で断絶した。2006年にドラキュラ城が国から王家の子孫に返還されるという報道があった。この子孫はブラドの一族とは異なる。後に成立したルーマニア王家、ワラキアやモルダビアが合同したルーマニア国の子孫であるため、ドラキュラ城と呼ばれるブラン城の城主の子孫ではあるが、ブラドとの関係は極めて薄い。2007年に ドイツ在住のドラキュラの子孫が死去したと報じられた。ドラキュラの子孫として報じられたオトマル・ロドルフェ、ブラド・ドラキュラ・プリンツ・クレツ・レスコは、ブラドの子孫である女性の養子であり、家計上は、ブラドと連なるものの、血縁はない。2012年に、ルーマニアの観光キャンペーンのビデオ内で、イギリス王室のチャールズ皇太子が、ブラドの子孫であると名乗っている。ブラドの人物像には、 前述のマーチャー賞のプロパガンダや、それをもとにした逸話が多く混ざっているため、正確なことはわかっていない。パンフレットの足と思われるものが数種類見つかっているが、西洋のものと東欧で発見されたものには内容の相違がある。東欧では、ブラドの回収については非難しているものの、貴族を串刺しにしたり、 病人を焼き殺したりした点についてはむしろ治安維持の観点などから肯定的に書かれており、西欧版に存在した悪行のいくつかが削除されている。このことから、東欧においては、タイオスマン帝国戦争の英雄として、積極的に肯定しようとしていたことが伺える。また、ブラド校の要望は、聖書画の中で悪役のモデルにもされた。残酷で知られたブラドは、 後世になって、吸血鬼伝承と合体し、アイルランドの作家ブラムストーカーによって、ドラキュラ伯爵のモデルとされた。ただし、英語などで吸血鬼を意味するヴァンパイアは、スラブ語のヴァンピールが元になっており、中央からバルカン半島にかけて、セルビア人などのスラブ系民族の間で言い伝えられたと考えられている。ルーマニア人はスラブ系ではないため、 トランシルバニア地方が吸血鬼の発祥地とされることもあるが、それはあくまで創作によるものとする説もある。ブラドはドラキュラ伯爵のモデルの一人ではあるが、小説の中にはブラドの名は出てこない。にもかかわらず、ドラキュラ伯爵のモデルがブラドであることが有名になるに、つれ、この小説を原作とした作品、映画、演劇のほか、コンピュータゲームなどでは、 本来原作には登場しないブラドという名が、白爵の本名であると設定されることも多くなった。また、白爵の過去のエピソードとして、史実のブラドが体験した内容をアレンジして、付加していることもあるなど、史実の藁木野工ブラドが、その後吸血鬼と化した、という設定の作品も存在する。現在、ブラン城がドラキュラ城として知られるが、この城は、ドイツ騎士団が創建し、 ドラキュラ校ブラド3世の祖父にあたるミルチャロー公が14世紀に居城としたもので、ブラド自身は一時期とどまったに過ぎないと言われる。ブラドの本拠地と宮殿は、ブカレストの北西ワラキア領内のトゥルゴビシュテにあった。歴史上のブラド3世を直接的に題材としたフィクションとして、以下の作品が挙げられる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。